ははいこんばんば今井です本日はですねえっとヘルニアに関するスペシャルテストの問題の解説をしていきたいと思います本日もですねえっとリクエストいただきました第51回 PT 国家試験の午後の6問目ですかねこれは実地問題です40歳の男性2週間前から2週前から腰痛と右臀部から 大体前面にかけての痺れが生じ、まあ、この時点で L4 領域がやられていると L4 領域の神経が圧迫されていると考えると L34 のヘルニアが考えられるんじゃないかなっていうふうに思います、まあ、臨床上はもっと詳しくしないといけないんですけども一応国試レベルではえっともう決めてしまいましょう L34 のヘルニアであれば L4 領域 L4 領域であれば のまあ,あの図で書いたりすると前面って言っても結構ね広範囲にあるので前面または外側あとは、えっと、内側口筋あたりのところにしびれが出たりしますけども、まあ、今回の問題は大体前面って言ってるので大体神経領域が、えっと、問題を受けている障害を受けていると考えることが重要かなと思いますここではね。はい で徐々に右下肢の筋力低下を自覚するようになってきたというところですねで見ていきましょうこの患者に行う検査として適切なのはどれかというところですねで1番これなんか問題と一緒にえっと解説も送られてきていてえっと、まあ、回答としてはこれ1番になるんですけどこれ FNS ですよね fns えとフェモラルナーブストレッチングテストですね FNS っていう風にもしかしたら国使で訳されて出てくるかもしれないので一応覚えておいてほしいんですけど大い神経進展テストってやつです、まあ、のあの読んでで字のごとくってところですねただあの A 見てみると矢印の方向が一応これ、えー、と検査者が加える力の方向というところで膝を曲げる方向にテストしていますので。 確かにこの方向に曲げていくと大体直筋の短縮のテストエディー兆候が疑われるんですけども結構この絵が微妙なんだよね実際 FNS って電、えー、部を押さえた状態でそのまま上に引き上げるっていうのが大体神経の伸長テストになりますで膝を曲げてしまうと大体直筋が短縮だった場合大体神経の、えー、っとを直接ストレッチできてるかっていうと結構疑問だったりするんですよなののでよくあるのは えっと押さえた状態で膝を持って上に上げるっていうテストはよくあるんですけどもこれ図がちょっと微妙なんじゃないかな矢印の方向が、まあ、確かにこの方向に膝を曲げていくと,、えー、っと大腿神経も、えー、っと伸長されなくはないんですけども大腿直筋がもし短縮だった場合のことを考えるとエリー長項の方が先に来てしまうので。 うん不適切とは言い難いですけどもまあ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 確かにエリー兆候のテストじゃないかって言われたらまあそうですねとしか言いようがないただ他の選択肢を見ていくと例えば2番に関してはこれ解説だと何だっけな外反ストレステストなので内側側副じん帯の、えー、とテストになりますけどもこれに関して言うともう上のね 問題で書かれている症状障害に対してのテストとは考えづらいですよね。まあ、これ何がしたのかあんまよくわかんないんですけどもで3番を見ていくと、これオーバーテスト、大腿筋膜張筋のえっ、ー、と短縮のテストですね。伸展、外転外旋をした状態で、これ大腿筋膜張筋に問題がなければ、えっ、ー、と内転方向に落ちていくっていうのがまあ基本ですけども、大腿筋膜張筋が短縮にあると、そのまま固定されてしまうっていう問題ですよね。まあ、このテストも結構微妙かなっていうの。は個人 人的にまあ、臨床的にねこれは臨床的にですけど微妙かなっていう思いはありますただこの問題に関して言うとどうでしょうね検査者が力を加える、まあ、力を加えるっていうよりもただその位置から落とすだけなので力を加えるも何もあったもんではないんですけどもまあ、絵の問題って結構微妙ですよね絵があんまり正確性がないとねでもこれ不適切になってないからまあまあまあ。 いいのかな？と思いますけどもまあ、3番はオーバーテストです。で、4番まあ、完全なるパトリックテストですね。パトリックテストは一応2種類に対しての検査法があります。最近よく使われるというか、結構こうね。論文上でも書かれているのは、えっ、ー、と股関節のえっ、ー、と変形性股関節症に対する。えっ、ー、と会派制限を見たりするテストですね。これ。 えと標準であれば大腿骨、まああの,膝の位置が、えー、と床に対して水平になるぐらいまで、えー、と外,転します外線か外旋しますただその前までに痛みが出たりすると,、えー、と障害が疑われるあとは仙腸、えー、関節ですね後ろ側に痛みが生じるなので水平になるまでに痛みが生じる場合 このテストとしては陽性になりますなので2種類あることを覚えておきましょう股関節と仙腸関節の2つに対してパトリックテストは使いますというところですねまあファベレテストファディレテストっていうのもありますけどもこれも覚えておくといいかもしれないけど、まあ、あんま出ないかな濃くしては、まあいいかで5番まあこれは典型的なトーマステストですねトーマステストをした時にこれポイントとしては、えー、と左下肢を股関節を曲げていますけども問題のある側を見ているのは右の足になります もし右の足の、えー、と股関節の屈曲硬縮があると膝が曲がってきちゃうなのであんま抑えるのはね適切ではないですけどもであ上がってくるのを見たりしてるのかなというのは思いますなので今回、まあ、この5番に関してはあの股関節屈曲している側のテストと思われがちですけども実際は反対側の股関節が屈曲してしまうかどうか屈曲して、えー、と屈曲公縮があるかどうかを見ているテストっていうところは覚えておきましょう。っていう解説ぐらいかな。 まあ今回の問題でポイントとなるのは、えー、とこの問題文の中で、えー、L4 の障害が疑われますよっていうのが分かるかどうかっていうところですねうんなかなかこれ少ないけどね情報が少ないけどもこれにプラスして多分今、えー、と今後出そうな問題としては表が出てきて MMT の検査をこ,れにした、えー、とこの患者さんにした場合どこのレベルの筋肉が低下しているかっていうのを見たりするで見た結果、えー、と何が障害があるかっていうふうに多分2つの評価をく 加えてくる可能性はあるかなと思いますでここで問題になってくるのは基礎医学までこれを持っていくことですよくあるのはこの fns のテストは代替神経を伸長する伸長したテストですよっていう風にイコールで覚えてしまうとそれ以上は自分がこう何？ 知識とししてては終わってしまうんですけどもじゃあ大体神経ってどういう走行だったっけっていう時に、えー、と今僕が出しているこの画像この画像ちょっと見づらいけどね僕が覚えてる範囲で神経を描くとこんな感じになります下肢はね上,上半身も作ってあるんだけど僕がこうやって線を引っ張って見てみると。 上の方から順に見ていくと一応あの腰椎までね腰椎の神経孔まで出ているんですけどもそれがどう合わさったら、えっと、大腿神経になって大腿神経がその後どういうふうに分かれていくか潜在神経に分かれていったりとかっていうあとはまあよくあるのは坐骨神経ですよね坐骨神経から他の神経はどう出てくるか途中見てみると、えっと、上田神経が出ていたりとか。 髄骨神経がそのまま頸骨の方まで行くと双肥骨神経に分かれてで頸骨神経にも分かれて肥腹神経っていうのに、まあ、3本に分かれるんですけどもこの走行を覚えておくと,、えー、っとじゃあその神経を引っ張ってテストしたいんであれば、まあ、ももの裏を通ってるってことになりますからじゃあ座骨神経を ストレスかけたいんだったら SLR ですよねとかそのヘルニア =SLR っていう風に覚えるんではなくて神経の走行的にそこを SLR をすると引っ張れるからっていう風に基礎解剖学まで落とし込んで覚えておくっていうのが非常に重要になります。ここれが問題を理解するってことねなので今回は一応神経を取り上げて説明してみましたけども。 えっとまあ、今回の問題でその一番が本当に合ってるかどうかっていうところが結構問題視される部分かなとは思うんですけども他の検査を見た時にこの問題に出てくる患者さんに対してやるテストかどうかっていうのを考えていきましょう。 ってことを考えると2345に関しては筋肉の短縮を見てたりとかね股関節の障害を見てたりとか膝の障害を見てるようなスペシャルテストになるので、まあ、今回当てはまらないっていうことを考えると1番を選択しておくっていうのが、まあ、一番理想的な回答方法ではないかなというふうに思います。 多分この手の手問題、スペシャルテスト系の問題に関してはこういうい患者情報が与えられて、えっと、出される問題が出てくると思いますのでこれで一番ややこしいのは A じゃなくて文字で出た場合ちゃ,ちゃんと回答できるかが重要です。 絵だったらななんんとなく分かるんですよ基礎医学があれば筋肉がこう走行してるからこのテストをストレスしようと思ったらこうだなとかって分かるんですけどこれが文章で出た時に落とす人も結構多いのでちゃんと理解していくっていうのが重要になりますさっき言った通りね。ということで、まあ、今回スペシャルテストを取り上げてみましたけれどもスペシャルテストもこの障害に対してこのテストをするっていう覚え方ではなくて、えっと、このテストをするっていうことは この問題に対してここの障害を見たいからでここの障害に関して言うと基礎解剖学的に言うとこういう状態だからこのテストをするとこの障害が見れますよっていう風な学習方法をしておかないと、まあ、臨床に出た後もまたは国家試験で別の出され方をした時にも回答はしづらいかなという風に思います。ということで本日もあなるほどっていう風に思っていただけたら。 いいねまたはフォローまたはチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで本日は以上になります。では。